働く男の味方、ワークマン。これかなり細身ですよね。念願のラックパーカー、これ結構人気のやつですね。はい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 。おお、すげえ。働く男の味方、ワークマン。どうも、ご金曜ジャパラの皆さん、ノブです。パフォーマンス全開ということで、今日も元気いっぱいやっていきたいと思います。働く男の味方と言いましたけれども、キャンプとか登山向けの洋服とかですね、他には女性向けのアイテムとか、そういうものを作ってて、結構ねおしゃれなデザインのものが多いんですよ。女性キャンパーでもワークマンの洋服着てる人結構多いらしいです。僕もね、ワークマンの洋服をいくつか持っていて、釣りの洋服とかもワークマンで買ったものを使ってます。比較的安いんで、汚れてもそこまで気にせず遊べるっていうのがね、いいポイントかなと思ってます。少し前から話題になっていた、結構良さそうなアイテムがあったんで、それがこちら、超撥水ストレッチカーゴっていうね、パンツですね。梅雨の季節に合わせて超撥水パンツがアウトドアで使えるのがいいんじゃないかなと思って買ってみたんですよ。これ実は買ったのはもうかなり前です。まあでもちょうどね、アウトドアに行けるかどうかわからなかったので、ちょっとね温めておきました。まあ温めておくほどのものではないとは思うんですけどね。一応カラー展開としては、インディゴカラーとダークグリーンっていうカラーですね。ちょっとアウトドアっぽいでしょ。そういう色のものを選びました。でね、値段が2900円、まあ安い。しかも買う時に思ったんですけど、結構質感いいんですよ。ベルトの部分はゴムになってたり、このズボンの質感ももっとペラペラかなと思ったらね、結構しっかりした生地です。伸縮 ×4WD 加工っていうので、試着してみるとかなり動きやすい感じの作りになってました。なのでアウトドアで使うには結構いいんじゃないかなと思ってます。まあ、なんといってもね、このパンツは超撥水っていうのがね、いいところなんじゃないかなと思ってます。ということで、このパンツね、履いて外に行って撥水テストしてみたいと思います。それじゃあ外へレッツゴー。ポトンと、はい、着替えてきました。ちなみに私は身長が 160cm で、パンツは S サイズを履いております。もうね、かなり細身ですよね。足長く見えないですか。いや、短足がバレるか。履いた感じはかなりしっかりした感じ。これだったらアウトドアで履いてもね、安心できるぐらいの生地の厚さです。でポケットも1箇所、2箇所、3箇所、4箇所で、後ろの5箇所、6箇所とポケットもかなり多くて使いやすいんじゃないかと思います。どうですか、いい感じですか。履いてみるとストレッチ加工が効いてるので、かなり動きやすいです。膝周りがすっきりしてるって感じ。これはいいですよ。でもちょっと厚手な分、夏場はちょっと暑いかもしれないです。それぐらいの生地の厚さです。ちなみに同じくワークマンで売られてる念願のラックパーカー、これ結構人気のやつですね。これと合わせてみます。合わせてみるとこんな感じです。くるっとこんな感じ。いや、普通にいい感じな気がするんですよ。ちなみにこの念願のラックパーカーは M サイズです。結構おしゃれ度高いんじゃないですか。これがワークマンの洋服だとあまり思われないような気がするんですよね。じゃあ次、撥水テストやってみたいと思います。足元から写すとこんな感じです。おお、大脚がバレるな。で、このまま歩いていきます。そうするとこんな感じ。じゃあこのまんまね、ちょっとペットボトルでジョウロ作りました。こんな感じで出ます。これでね、どの程度撥水できるかチェックしてみたいと思います。さあ、雨が来たぞーと。はい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 。おお、すげえ。はい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 。おお、すげえ。お、
これぐらいの量だったらしっかり弾ける、いい感じだね。ね、残りの分ももうガンガンかけてみるとどうでしょう、弾いてるかな。ほらほらほら、これほれほれほれ、あー雨だ、これはすごいぞ。500ミリリッター程度かけました。で弾くとどうなんだろう。おすごいすごい、足元も、あ、まあでもね、完全に弾けてるかというとそういうわけでもないですね。この辺はねちょっと水がこうたまってたところなんで多少はね染み込んでますね。こう流れる部分とかはしっかり弾けてるって感じだからね、多分長時間雨に当たるとこんな感じで濡れてきちゃうかも。でも内側はそこまで濡れてる感じはしないです、まだ乾燥してるって感じ。なので突然の雨とかだったら多少濡れてもこうパンパンって弾けば全然防げるレベルだと思います。まあご覧の通り大雨でザーッと長時間降られると多分普通に濡れるんじゃないかなっていう気はしてます。でも普通のキャンプ場だったらまあ雨宿りできるとことか大抵あるんで突然の雨に降られてもそこまで濡れることないと思いますよ。ちなみにもう 500ml かけてみましょう。さあどうでしょうか。もうこりゃ濡れてそうだぞ、さすがに。というか靴の方が先に濡れてきてる。はい、もう 500ml かけました。で弾くとこんな感じ。まあ水がねやっぱり一番かかってる部分はこのように濡れます。でもね下の方はねまだ全然大丈夫。以上撥水テストでした。じゃあこのまま帰ろうと思います。はい、撥水テストの結果皆さんどうでしたか。僕個人的にはもう少し水を弾いてくれるかなと思ったんですけど、まあそこはねさすが2900円で求めすぎかなとは思いました。まあでも突発的な雨とか梅雨の時期にあまり僕は濡れたくはないので、まあ皆さんもそうかな。しかも履き心地も良かったので僕はしばらくねこれ履いてみようかなと思います。そんな感じでワークマンの撥水パンツの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。ちなみにこのワークマンのパンフレット2020年のスプリングサマーコレクションっていうやつなんですけど、これね超撥水パンツ以外にも結構面白そうなものがあって、例えばねこういうクライミングパンツっていうね超動きやすいようなパンツ、これね1900円、めっちゃ安いっすよ。あとは超冷感パンツね、もう夏とかに履くと良さそうですよね。他にはほら防虫加工素材ね、虫が嫌う成分をマイクロカプセル化して生地の表面に固着させることで虫が生地に止まりにくく逃げやすく、後加工素材っていうね、結構ね虫嫌いな方にはこういう素材もいいですよね。あとね面白そうだったのは空調ウェアね、服の中にこういうファンが入ってて扇風機が上着の中に入ってるみたいな感じですね。これもなんか涼しそうで面白いですね。まあこれが超撥水パンツね。ちなみにカラー展開はダークグリーンとインディゴっていうねこの2色あります。アウトドアウェアっていうコーナーにはこういうレインスーツとか、この辺もねレインウェアかな。こういうねメンアノラックパーカーっていうね、メイン 100% なんで服に穴が開きづらいっていうやつですね。これね僕使ってます。とか、まあ、女性用アイテムとかね、普通に洋服売ってますよね。かわいいな、モデルがかわいいのかな、洋服がかわいいのかな。結構ね女の子もおしゃれな感じの洋服売ってますよね。しかもね安いっていうのがねやっぱいいですよ。まあみたいなワークマン超撥水パンツだけじゃなくてね、他にも面白いアイテムが多数あるので、僕的にはたまにワークマンに行くと結構楽しかったりします。